皆さんこんばんは、三ツ矢雄二です。これまで数々の声優企画を行ってまいりましたが、今回は新しい試みです。ワールドトリガー、ほとんど経験のない無名の新人声優たちがこのワールドトリガーの役をかけて競い合い、お互いを高め合っていく、そんな若手声優同士の熱いバトルが今始まります。それでは参りましょう。声優オーディション開幕でーす。ユージの熱血声優塾スペシャル、金のひなを探せ声優オーディションバトル。よろしくお願いします。おはようございます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 。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。ワールドトリガーのオーディションということで集まってもらったんだけど、まあ、皆さんに競い合ってもらうのは香取隊員のお兄ちゃん役ということで、頑張っていただきたいと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず最初に自己紹介をしていただきたいと思いますが、まあ、単なる自己紹介、どこどこ出身の誰々ですってつまんないから、声優さんらしい自己紹介をしてもらいたいなと。藤沢くん。はい、失礼します。はい、青鬼プロダクションから参りました藤沢翔です。もともとアニメソングが大好きで、声優さんの歌とかステージングに憧れてきたので、声優一筋というよりも声優タレントとして、はい、ちょっとここで歌いたいと思うんですけども、はい、頑張って。はい、いくつもの日々を越えてたどり着いた今が。じゃあ次行きましょうか。堂島くんでいいのかな。はい、堂島くん、お願いします。はい、はい、アクロスエンターテインメントから来ました堂島隼人と申します。はい、よろしくお願いします。はい、最初僕音楽をやっていたんですけど、その活動をしていく中で自分が望んでたものがこれじゃなかったと思い直して、自分自身と戦って、うん、自分のやりたいことを最後まで貫くのがロックだなと今そういうふうに思ってるので。じゃあさ、はい、声優としての得意技は何ですか。はい、そうですね、やっぱりその歌を長くやっていたので僕もちょっと被ってしまうんですけど、旅立つ空に出会いと別れ、青春の日々すべてを描き。では次、成瀬くん。はい、はい、お願いします。お願いします。声楽から参りました成瀬ゆきです。よろしくお願いします。はい、僕は身長がめちゃめちゃ低くて155センチしかなくてですね、三ツ矢さんのウィキペディアちょっと拝見させていただいて、158センチというところでちょっと親近感が。動物が結構好きで、動物の YouTube とか結構見たりするので、声真似というか動物の、はい、はい、じゃあ声真似して。はい、じゃあ鶏。あっアトミックモンキーから来ました三輪聡と申します。よろしくお願いいたします。はい、自分の持っている武器はそのまっすぐさと素直さが声質に乗るところだというふうに自分では思っていて、はい、うん、それが武器だと思っております。自分で自分のこと素直だって思う、割とそういうことって人が言うことじゃん。はい、あんた素直だねとか割とそういうの言われる。そうですね、はい。なんか得意っていうか自慢できるものって何かありますか。自慢できるもの、うん、そうですね、自慢できるものない。そうですね、次は、うん、森永君。はい、はい、
おはようございます、マウスプロモーションの森永彩人と申します。はい、よろしくお願いします。はい、モトクロスというモトクロスバイクのレースが、はい、あるんですけども、そちらの全日本選手権にちょっと出場させていただいたことがありまして、はい、そちらでちょっと表彰台にも乗らせていただいたという。はい、怪我しないでね。はい、行きます。あ、それはね、きっと声優に役立つ。本当ですか。うん、はい、ありがとうございます。では次、バンク。はい、シグマセブンから来ましたバンセイヤです。本日は役を奪い取る気で来ましたので、よろしくお願いします。はい、何か自慢できることはありますか。まあ、言ってたと分かる通り、この185センチの身長、ハッパーもどこでも響きますからね。すごい自信だよね。自信があるんだ。自信はあります。やっぱり養成所みたいなところで勉強してたんでしょ。してましたね。その間も全然もう俺はすごいぞっていう感じで過ごしてた。まあ、基本このテンションでずっとここまで走ってきましたね。俺はすごいぞ。へへへって笑いましたね。じゃあ続いてはね、今度は千本ノック。例えば変な話、おはようございますもんね、おはようございますってのもあれば、おはようってのもあれば、おはようございますってのもあれば、おはようございますっていうのがあったりとか、いろいろおはようございますがあるように、ありがとうにもいろんなありがとうがあると思うの。それを僕は状況を言うから、その状況に合わせたありがとうを言ってください。はい、はい。どれだけ変えられるか、どれだけチェンジできるか。じゃあ、丹羽くんから、はい、行きましょう。はい、はい、立って、はい、はい、では行きますよ。コンビニ店員さんが言う、ありがとうございます。遊園地のキャストが言う、ありがとうございます。不良の、あざす。うん、ふてくされて、ありがとうございます。うん、やっぱあれだね、君はすごい素直な子なんだね。あの、はい、不良とふてくされてがあんまり上手じゃなかった。全部爽やかに終わっちゃったから、はい、そこで変化がつくといいかもしれないね。はい、うん、次は森永くん。じゃあ行きます。はい、お願いします。喋る機会が壊れる間際に言う、何言ってるかちょっと分かんない。それをちゃんともっとありがとうって言った方がいいよね。はい、じゃあ試合に勝った後の、ありがとうございます。優等生の、ありがとうございます。怒りながら、ありがとうございます。声がちょっと出すぎる嫌いがあるよね。はい、だからその声の強弱のコントロールがもう少しうまくつくとちょっと広がるんじゃないかな。はい、ありがとうございます。はい、はい、では次はバンク。はい、はい、お願いします。はい、居酒屋の店員さんが言う、ありがとうございました。コンサート終わりのアイドルが言う、ありがとうございました。芸人が漫才終わった後に言う、ありがとうございました。うん、ちょっと暗いな。試合に負けた後の、ありがとうございました。うん、持っているありがとうございましたっていう意識が1個しかない、はい、それをいろいろ言い換えている。要するにすごく表面的な変化すぎちゃうから、もっとここの中のありがとうを変えた方がいいかな。はい、うん、じゃあ次は成瀬くん。はい、はい、本当ちっちゃいね。ちっちゃいです。マイクの方が大きいです。マイク直した方がいいかな。あ、すいません、ありがとうございます。優等生の、ありがとうございます。押し出しがないな。押し出し、はい、うん、優等生の、ありがとうございます。うん、そのぐらい押し出しがあった方がいい。はい、学校で先輩におごってもらって、おお、ありがとうございます。ライバルにすれ違いざまに、ありがとう。
うん、はいはい、なかなか変わってていいと思います。ありがとうございます。はい、大丈夫。はい、ありがとうございました。次、堂島くん。はい、お願いします。はい、自分のロックコンサートが終わって、ありがとう。自分のロックコンサートが武道館で終わって、ありがとう。はい、じゃあ普通のライブハウスで、ありがとう。うん、ちょっとその空間把握と自分に対するテンションの持ち上げ方、その上がってるテンション感がちょっと垣間見えないっていうのがあるかな。そこを気をつけた方がいいかな。はい、では藤沢くん。はい、では行きます。はい、怒ってありがとう。ありがとう。もっと怒っちゃおうか。もっと怒るってどういうことかっていうと、ありがとう、ありがとう、ありがとうってことで、もっとこれを膨らましてって、ありがとう、はい、なんかガーンと出しちゃうところがあっていいんじゃない。はい、ありがとう。もっとありがとう、はい、ありがとう。泣きながら、ありがとう。大丈夫です。はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、以上なんですけども、まあ一番音響監督にとって困るのはダメ出しして変わらない人。だからダメ出しをもらったってことは何か変えなくちゃいけない。違うことをやれば演出サイドは、あ、そっちの方行っちゃったかって、逆方向に向かってもっとやってっていうことを言いやすいから、必ず変えてやる。そこを気をつけてもらいたいと思います。はい、はい、こちらの世界に接近する惑星国家ガロプラとロドクルーン、エネドラからの情報を頼りに見えない敵に対して迎撃態勢を整えるボーダーの精鋭たち。アフトクラトルの従属国である彼らの狙いとは一体。そんな中、玉駒支部に捕虜としてかくまれているヒュースが動き出す。アニメワールドトリガーセカンドシーズン、2021年1月9日スタート。行くぞクガ。